はい、お帰りお疲れ、こんばんは、バチコでございます。さあ、今日はですね、もう本当に環境空気神供給が続いておりますねえ、二重ちゃんですけれども、のあの、ハートビートについてノーバディが行ける今日、ね、行けません行ける行けません、おやすみくださいか滑舌もあれだしね、寝不足続いてますけど、ね、大丈夫大丈夫、うん、大丈夫やね、もう見たらもう目覚めるからそうやね、ということで今日はですね、ノーバディのポメミやっていきたいと思いまーす。マツコだよ何それ、そしてゆめマッチです。はい、今日も行きましょう、スタート。あ、マイクここやでも大丈夫か、声大きいからな、声大きいから大丈夫だな、うん、行きましょう。ええな始まりからな、うん、このなんかちょっとねギターのな、ゆっくりとね、そう言えば、うん、ノーノーノーハイエイエイ、ちょっと私たちの声で塗りつぶしちゃったから申し訳ないいいね、もう、このイントロ、ね、蘇るな、あ、もうここで J.R. パークさんがね、そうそうってなったもんねもう給料上げますってなってたからな、もうこの時点でな、なあ、言っとったな、うん、もうこの後どんだけ失敗してももう上げたい、そうそう、上げると、上げようと思ってましたみたいなね、うん、そうや、これほんでセンターステージじゃなくて、うん、もうメインステージに3人並んどったんやな、うんうん、これな、うん、なんかそんな記憶も曖昧やわ。なんかね、うん、どうやったかなーって、なんかそうそう、この歌やってくれてるってことにね、うんうん、集中しちゃってたから。まあまあほんで、まあ見よう見えへんから、私もモニターばっかり見てたから、やねんけど。うちもちっちゃかったから、モニターの方で見てたけど。いいよね、こうやって見ると。見て。いやセンター右でしょ、うん、ね、左にリマちゃんおって、ニナちゃんが右。ね。このバーンってこんな大きいステージさ。うん、うわ、大人だったな。大人になってる。いいね、中のところがなんかみんなで。あ、一緒やな、そう、そうそうそう。いいです。あの頃も、ね、その14歳、15歳には、ね、うん、思えないぐらい大人っぽかったけど、うん、ほんまにちょっと、ちゃんと大人になってきたもんな。ね、追いついてきたね。なんか、さらに良くなってるね、そしてね。いや、マイクに20って書いてあるやん。書いてある。金色のゴールドの。いいな、いや、いいです。まあまあまあ、あの、イミテーションですけどね。ね、実際にはこの、はい、こっちの方のマイクでね、歌ってるんですけど。いいなや。ああ、ええ表情だね。もう目が、ああ、うるうるしてる。こっちがうるうるしてるのかな。そっちがうるうるしてるのかも。うん、自然と。いや、綺麗な、み、いいな、やっぱりな。あ、コーラスがまたいいやん。今ちゃん、綺麗。Nobody、ってこう。低い加工でさ、わあ、リマちゃんですよ、本当に。キャー。なんかもうちゃんと踊りやったんやろな。うん。あ、ニナちゃんね。ニナな、キャー。え、ここは誰、ニナが歌ってんの？うん、今ニナが歌ってる。ニナが歌ってんの、ここは。あ、そうやな、いいね、うん、いい。なんか、吐息混じりの歌い方、うん。かっこいい。うわ、いいね。きた。あ、ここ好きやった。あったな。こうやってやるやつ。そうやな、うん。ハム、ハム。I will wait to buy って、リマちゃん。ね、リマちゃんのここかっこいい。リップがほんまに。綺麗なぁ。こっちがファー。うわ。もう。
か、いやこの3人、うん、このなあ一緒同じ衣装着た、うん、ねえウィズの方もね来られてた、みんな写真撮って持ってたけど、はい、ほんまにあれはどうしたやろな、ね、作ったんやろな、作ったんやな、うん、探し出し似たのを探し出したのかな、いやいやいや、そんなん無理やろ、うん、そういう作ってくれるとこで、このデザインでお願いしますみたいな、うん、大阪モード学院かなんかの、あの生徒さんに頼んで友達に行ってる方にとかさ、うん、やっぱそのあの子自身が得意で作ったん、あ、そうかもしれんな、ね、うん、すごいわ、うん、うわぁ、もう、あんなんされたら、もう、うん。あもう、わかった、こうだろう、なんか出たなんや、なんや、なんでも言うでみー、もう、勝手じゃないと思うよ。違う、違うの。ほんま。そういうことじゃない。だ、来た。うわぁ、かな、これ。チュー、うん、へぇ。リマちゃんかっこいいよ、これ。高めポニテのな。高めポニテ。うん。前、前、お友達ちょいとたらし。ちょいとたらし。うん。あこのリマちゃんのラップが効いてんのよな。なあ、うん、いいなあ、この歌にこのラップな。これ本家ではこんなラップ入ってないやろ、いや、ちょっとあんま分かんないけど。分かれへんね、私も分かれへん。聞いてみよう。ちょっとあまだ確認してない。ちょっと確認してみますか。あとで確認してみるけどさ。うん。うん、かっこええわ。リマちゃんならでは、また作ったのかな、ラップ歌詞。うん。ニナもな。うーん。大人っぽい。いいちゃん、うん。でも、でも、何回も言うけど、まだ良くなるからね。まだまだ。まだまだ良くなるからね。うん。もっと良くなるはずやからね。うん。ええな、三、もう三人でこうな、コーラスしてな。わあ、すごいな。なんか、感動的。うん。おいバレええなええなぁ、あ、踊ってんねん二人な、向こうでな、うん、いいね、ここも。このフェイクのとこな。これ、あの、ニジプロでもミーヒやってたけどさ、あの時に、この子すげえなって思ったもん、ほんまに。こんなフェイク、この年でできんのって。うん。リナちゃんも上手な、上手やっぱりさすがに。さすがもう。すごい、こう、綺麗な子。うん。Nobody。Nobody。すごいね、この、マンネチームがこう、そうやんな、ね、これをやるっていうのはすごいよな、ほんまな。うん。すごいな。すごい、すごい。楽しみ。回ってるマイクの周りを今なんかこうズーってなったよ、なんか何がなんか抜けてない、なんか私抜けてない、なんか抜けてる抜けてる、マジここな抜けてない、なんかズーンって、戻しといて戻しといて、出てた、よっしゃ戻った、危なかった、うん、ぐるっと回ってで、二人が消えて、リマちゃんですよ。ホットパートな、うん、英語やね、でもこれもね、英語なんかな、うん、英語、英語、うん、ちょっと C もう一回見したい、ちょっと C ちょっと前ぐらいからもう一回見して、うんうん、なんか、なんか、なんて言ってんのかな、うん、それ内緒って言うたやないっていう、ね。シークレットって言うたやない。シークレット。それ内緒って言うたやない。なんで関西弁、誰にも言わんといてって言うたやない。
またやった。またやったやん。ええかげん怒られるな、ほんまな。ごめんごめん。ニワ、うん、ちゃんごめんなさい、ね。だって、シって言ってシークレットって言うから。やべえな。かっこいい。かっこいい。はぁ。うわすごいなぁ。なんか。よみがえるなぁ。へぇ、すごい。ああ。いい。リマちゃん、リマちゃんのラップ聞いてんの、ほんまに。すごい。うん。閉まんねんなぁ。これで全体がな。ああ、終わった。ああ。終わりましたわ。ああ。もっと聞きたいぐらい。まあね。ああ。蘇ったもんね、あの時の記憶。素晴らしかった。素晴らしかった、3人ブラボー。素晴らしい。いやいやいや、素晴らしい。まあまあ、ニナちゃんがね、本当に、ちょっとすごくプレッシャーを感じながらやったと、ね、うん、これ取り組んだと言うてたそうですけれども、うん、ね、ノバジーといえばミーヒ、うんうんうん。それを私なんかが歌っていいのかしらっていうね、うん、ことを思ってたとか。なんとか。うん。ね、いないとか。ないとか。うん、どっち。いや、でももう立派なもんですよ。素晴らしかったな。ね、すごかった。ドマンネたち、やっぱやりました、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。見せていただきました。これも何回もしがみたいと思います。しがみたいと思います。もうしがんできているんだけどね、だいぶね。だいぶしがんだ上でですけども、うん、ただ今日、すいませんでした。本当に、本当すいませんでした。今日はもう、登録者減るかもしれない。あれで。うん、ついつい、もうついつい、もう思ったことを言ってしまう悪い癖が出てしまう、ね、うん。それでも今後も、ね、めげずに、はい、はい、楽しい、ちょっと、はい、動画をね、ね、お送りしていきたいと思いますので、皆さんの感想なんかをね、ぜひともね、ちゃんとしたのもお願いします。お願いします。はい、そしてここまで見たよっていう方は、見たっちゃボタン、ポンと押してください。お願いします。はい。そして、チャンネル登録バルという方は、こちらのチャンネル登録ボタン、ね、どっかあるでしょ。はい、押しておいてください。よろしくお願いします。お帰りお疲れ、こんばんは。今日もお待ちかと。夢マッチが。お送りしました。また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。